変わりましてコース上スーパー SS クラス10台が T1 スタートに向けてコースに入ってきました。さあそれではこのスーパー SS T1 スタートングリッドです。見事ゴールポジションからは3連勝中ドライバーで今年は高垣哲也、2番手スタートにゼッケン30番の江藤秀樹、3番手からゼッケン1番江崎和彦、4番手スタートとなりますルーキーです、ゼッケン10番岩瀬俊和、5番手からがゼッケン12番の林美希彦、6番手スタートに渡部宏樹、7番手からは伊藤健二、8番手和合俊治、9番手に島川光一郎、10番手秋山拓雄というグリッドが組まれていきます。依然上空からはポツポツと弱い雨が落ち続けてきている状況。さあまだレインコンディションが続いていくレースが続く中、さあこちらです、ヒート2です。さあこれで隊列が組まれましたが、少し林が前間隔を空けているのか、詰めてこれるか。フロントロー高垣へと、さあこの2台から誘導ラインに収まって7周の予選ヒート2、今スタートが切られましたが江藤が遅れてしまった。アウト側、アウト側隊列がスタート遅れました。まずはポールスタート高垣がホームショット、そして2番手には江崎が上がっていく、さらに3番手には林が上がってきました。12番、5番手スタートの林が3番手、そしてその後ろから島川がブレイキング勝負。さあロケット島崎が飛び出しましたが、仕上がりで遅れてしまっている。あーそしてタコツボの折り返しで和合と岩瀬でしょうか、和合と岩瀬がと当たってしまった。ルーキー岩瀬に出たい試練か。岩瀬の単独で後ろ和合が当たってしまったでしょうかね。さあ両者が今アリスタートを切っていきます。これでまずはオープニングラップは高垣がリーダー、2番手に江崎、3番手林、そして遅れてしまった江藤が4番手、その江藤が目の前林の後ろ。そして間を空けて5番手には最後尾スタートの秋山達夫、6番手に島川、7番手渡部、8番手に伊藤。和合は結局このアクシデントでオープニングラップストップということになってしまいます。さあルーキー岩瀬がオープニングラップのタコツボブレイキングでリアタイヤロックさせての単独スピン、そこに和合が飛び込んだというような状況か。さあこれでトップ高垣を先頭に、2番手争い江崎の後ろ、江藤が3番手に上がってきまして、さあここは2番手集団、江崎を先頭としてグループが組まれる、江崎、江藤、そして林の3台です。トップ高垣はその2番手集団に1秒2というリード。さあこの序盤はファーストストラップをマークしながらスタートを遅れた江藤がようやくこれでスターティングポジション2番手に上がっていこうとしていますが、江崎がここはカバーをしていく。さあこちらも立ち上がり、江藤の2番手復帰を許さないディフェンディングチャンピオン江崎。これで後ろ林も近づきまして2番手争い3台パック、さらに
5番手集団は秋山を先頭に島川、伊藤、渡部と4大パックです。ここは渡部をかわして伊藤健二が7番手。予選ヒート折り返しの4周目に入ってきました。さあ再びここは7番手争いポジションが入れ替わっています。島川の後ろ渡部が伊藤をかわしまして再び7番手に返り咲く。さあここまでは6走体制を築きまして高垣がラップリーダー、残り3周に入りました。さあそして渡部ですが今度は島川をかわしましてここでまた一つポジションを上げてきます。6番手に上がってきました渡部。前の5番手秋山まではまだ少し距離はありますが、さあ渡部が一つずつポジションを上げ始めてきています。ここまでこの予選ヒート2のファーストストラップは2周目にマークしている江藤のタイム、江藤秀樹が59秒713、これがここまでのファーストストラップ。ホームストレートでは渡部と島川が並んでいる。さあここは6番手争い。さあ再び島川が息を吹き返したか。さあその前では2番手争い、ライバル対決、江崎と江藤の2番手争い。さあここは江藤をタコツボの折り返し並んでいく。ようやくこれで江崎を捉えたか。トップ高垣を先頭にこれでファイナルラップに入っていきます。予選ヒート2残り1周、2番手に江藤、3番手に先、4番手に林、5番手秋山、6番手争い渡部と島川、そこに伊藤も加わっていけるか。そしてルーキー岩瀬もこの後ファイナルラップに入っていきます。さあ少し江藤との距離が広がってしまったでしょうか。3番手の江崎、まずはこの予選ヒート2文句なしポールスタートの高垣哲也が今シーズン2度目の決勝ポールに向けて、さらに4連勝に向けてこのヒート2トップチェッカーを迎えます。2番手には江藤、3番手に江崎、4番手林、そして5番手秋山、6番手渡部、7番手島川、8番手の伊藤健二、そしてルーキーの洗礼を受けましたが見事この予選ヒート2も走り切りました。4番手スタート、ゼッケン10番岩瀬俊和、初の初レース、ここまではしっかりと走り切っております。オープニングラップストップとなった魔法を除きまして9台が結果を迎えました。スーパーマンレース予選ヒート2終了です。